秘宝、噂は直行。エイズとマイナー契約を結び、招待選手としてスプリングトレーニングに参加している噂は直行投手が月1日、ブレーブスとのオープン戦に初登板、2回8安打7失点で、防御率 31.50 の苦しいデビュー戦となった。0、4の3回から3番手で登板すると、スリーランを浴びるなどこの回一挙6失点、2イニング目となった4回にも被弾した。日本ハムからポスティングシステムを利用して移籍、上沢の契約には、3月23日時点で他球団が40人枠に入れたいとオファーしてきた場合、ベイズは40人枠に入れるか放出するか選ばなくてはいけないという条項がついている。どうして？なんとかギリギリこらえたな。またホームラン打たれてて草。まあレイズの最初投げた投手も4失点してるからギリセーフか。普通のマイナー招待選手ならこの時点で 99% アウトやな。打者14人で17球とかほとんど初球に打たれてんのか見極めもされず初球で捉えられてるのつらいな。有原は日本で通用したカットがダメで悲しかったわ。さすがに90万の金銭トレードで他に行くのは草。まあ今日は初登板で緊張したいやろな。次は大丈夫。気持ちよく相手に打たせる作戦だぞ。